はい、ラーメンさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天カードをゴールドカードにして分かった3つの大きなメリットということで、今回は楽天のゴールドカードについてお話しできればと思うんですけども、以前僕が VTuber になる前に動画を出させていただいたんですが、その時にまあざっくりと大まかにしかお話をしてなかったんですけども、今回は少し掘り下げて大きく分けて3つに分けてお伝えできればと思います。はい、ということでまず1つ目は空港ラウンジが無料ということで、国内そして海外の空港ラウンジが年に2回まで無料で利用が可能というふうになっております。で、僕も以前沖縄に行くことはあったんですが、こちらの写真ですね、その際に初めて利用したんですけども、フリードリンクであったりとかフリー Wi-Fi、 そしてお菓子も食べれる、そしてなんといってもものすごく静かなので、作業するにはもってこいな空間だったんですよね。まあなので本当に心地がいい空間だなと思いました。で、僕の場合っていうのはあまり遠出する機会っていうのがとても少ないんですよ。なのでこういったたまにこう遠出するときに、まあちょっとした特別な時に使うのがまあいいのかなというふうには思いました。二つ目、ポイントが貯めやすい。通常の楽天カードの場合っていうのは、ポイントの還元率が最大で3倍なんですよね。どんなお買い物をしても。楽天のゴールドカードの場合っていうのは、なんと5倍なんですよ。そして、今回そのスマホをお持ちであれば、楽天市場のこういったアプリがあるので、そこでお買い物をすることができれば、それからさらにプラス1倍されるので、合計6倍のポイントが通常のお買い物で、ポイント付与されるので、これはかなりお得なんですよ。ゴールドカードの場合は年会費が2160円かかるんですよ。で、そしてポイントの元を取るためには楽天市場で約10万円ほどのお買い物をすれば、まあポイントの元が取れます。で、まあ楽天ユーザーであれば1年間で10万円なので、まあ多分あっという間に元が取れると思うんですが、まあそんなに使うことがないなっていうことであれば、無理してそのゴールドカードにする必要ってもないので、その時は楽天の通常のクレジットカードで問題はないと思います。そして3つ目、ETC カードの年会費が無料ということなんですが、これに関しては実際に使ってる知人から聞いたので、あ、これ良かったなと思ったのでまとめさせていただきました。まずは通行料金でポイントが貯まるということで、 ETC の場合は様々な割引がある、まあ時間帯割引など、まあ ETC 使う人はよく聞くと思います。そしてエネオスでポイントが2倍貯まるんですよね。なので、まあこれを全部ひっくるめても、車をよく運転する方であれば、なおかつ高速を運転する方であれば、もうかなりお得にはなるかなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。楽天のゴールドカードを使った3つのメリットということでしたので、まあもしですね、楽天のゴールドカードを使ってみてこんな感じですとか、まあ何かこう気になることがあれば、またコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、チャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてるので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。